ロシア・モスクワの男性に説教するヒンズー教のハルヘア・クリシュナ運動の信者。アメリカ・フロリダ州タンパにあるサイエントロジー教会の神殿。新宗教とは伝統宗教と比べて比較的成立時期が新しい宗教のこと。国ごとに言葉の意味や捉え方が異なる。信仰宗教とも呼ばれる。日本では 幕末、明治維新による近代介護から近年にかけて創始された比較的新しい宗教のことを言うが、江戸時代に起源を持つところもあり、それなりの歴史と伝統を確立している団体も多い。実に多種多様な団体を包括した用語であり、伝統宗教と比べて比較的新しいというだけで、すべての団体に当てはまる概念、背景等の共通点は、 成立時期の他には存在しない。2000年代以後の現在、日本において一定規模で持続的に宗教活動を展開している新宗教の教団は350から400教団ほどと考えられ、新宗教の信者は日本人のおよそ1割を占めると推定される。戦前日本の宗教団体法下では公認された宗教は神道、仏教、 キリスト教の三教のみであり、非公認の宗教団体は、行政上、類似宗教と呼ばれた。カルトに代わる、中立的な用語として使用されるようになった、ニューレリジェスムーブメントを、日本では新宗教と呼ぶ。アメリカ合衆国では、19世紀に基礎を確立した宗教を指す場合が多く、ヨーロッパでは、1960年代以降に発展した宗教を新宗教と呼んでいる。 ただし、歴史的、宗教的背景の相違から意味内容や対象とする年代に若干のズレがある。日本の宗教学では、近現代に誕生した宗教を指す、価値中立的な用語として、新宗教を用いている。正確な範囲は、論者によって異なるが、日本では19世紀中頃の幕末、明治維新期以降に成立した宗教のうち、 規制の宗教組織を継承していない者、また新たな教義を掲げて、伝統宗教から自立した者を新宗教と呼ぶ。学問上の便宜的な用語であり、新宗教であることを否定する、総価学会、天台宗との伝統を強調し、新宗教ではないとする、行動教団、新宗教ではなく、一切の宗教科学を包容した、超宗教であると主張する成長の家のように、 教団自体は自らを新宗教とは位置づけてはいないことも多い。宗教研究者が用いる新宗教という言葉には、とりわけ近代化という時代背景が考慮されている。都市化、産業化、家族形態の変化、マスメディアの登場、交通の発達、学校教育の普及といった近代化によって初めて可能となった教団の組織形態。 不教形態を有する点が特徴的とされ、新宗教は近代以前に生まれた各時代における新しい宗教とはそれらの点で異なると見られている。第二次世界大戦以前の日本においては、仏教宗派、キリスト教、教派神道が公認宗教団体とされ、文部省宗務局の管轄であったのに対し、新宗教は類似宗教として、 内務省警保局の管轄であった。新宗教は、いわゆる国家新党体制下で、新仰類似宗教団体、疑似宗教等と呼ばれて、因子邪教師され、警察の監視、取締りの対象とされていた。新宗教への弾圧を繰り返した政府は、その都度、ラジオ、新聞、出版などマスコミを使って大々的な邪教キャンペーンを展開して、弾圧を正当化した。 これらの宣伝が国民の新宗教への邪教師、低俗師を抜きがたいものにしている。日中戦争の最中にあった1940年4月、当時の米内内閣下で宗教団体法が成立、施行されると、新宗教は宗教結社として初めて宗教行政の対象となった。一方で、戦時体制により、 政府による宗教統制はさらに厳しいものとなり、戦争推進協力に積極的であった成長の家、霊友会等の一部の新宗教を除き、大半の新宗教はほとんど活動の余地を奪われて筆足状態となった。新宗教が初めて活動の自由を獲得したの戦後である。明治大正時代までは新宗教の勢力は小規模なものであった。 現在の新宗教の大教団では、昭和初期以後、1930年に総科学会と礼友会、1938年に立証厚生会が創立され、戦後から1970年頃までに急成長を遂げた。戦前においては、新宗教や新興宗教という言葉は使われることがなかったわけではないが、一部にとどまり、一般化はしなかった。 そうした新しい宗教に対して用いられていたのが、邪教というイメージを伴う、類似宗教という言葉であった。戦後の1950年代から60年代にかけて、新しい宗教団体の活動が、活発化、爆発的な拡大をはじめ、新興宗教という言葉が一般に広く使われるようになった。1970年代半ば以降、 信仰宗教という表現には別視するニュアンスがあるとして新宗教という表現が研究者やジャーナリストの間で一般化した。特に1970年代以降に台頭してきた宗教を新進宗教と呼ぶ学者もいる。これは宗教社会学者の西山茂、宗教ジャーナリストの室尾氏などが提唱した概念で既存の強制が停滞する一方で、 幸福の科学、旧統一協会、オウム真理教などが急速に拡大した現象に注目したものである。しかし、新神宗教については研究者によって多種多様な提唱があり、具体的にどの団体を指すのかも何をもって新しいとするかの具体的基準も明確に定まってはいない。どこまでを新神宗教に含めるか、他の新宗教と区別する意義は何か といった議論があり、法辞演や大事戦にも独立単語として掲載されていない。世界的に経済成長が止まると宗教活動が低下することが多く、日本では平成時代を経て多くの教団が大幅に信者数を減らしたとされる。一つの典型的な形態としては、 ある人物の典型や神がかりにより運動が創始され、既存の伝統的な宗教から影響を受けつつ、新たな宗教としての定裁をなし、組織的教団となっていく例が挙げられる。または、宗教的修行者のもとに病気治療や人生相談を要求する人々が集結し、組織が拡大して、競争的な位置に至る場合もある。通常は、霊能気投資的人物の周りに、 定期的にお祓いなどを求める信者が集まっているだけでは新宗教とは呼ばれない。この集団が教義を次第に整え、多くの人に布教を始め、近代的組織ができてくると新宗教とみなされるようになる。新宗教の教祖の経歴は非常に多様であり、宗教家を持つ家庭環境に誕生し、育った人よりも様々な社会階層、職業の人が、 宗教的改心によって教祖になる例が圧倒的に多い。信者たちにとって教祖は尊敬されつつも一般に考えられているよりは比較的身近で親しみの持てる存在として受け止められている。その一つとして伝統宗教がその創始において教祖が家族を俗として否定したのに対し多くの新宗教では教祖は家族を否定せず家族関係を保持したまま、 家ぐるみで成果されるストーリーを提示している。他方で、既成宗教の再生運動と見られるもの、あるいは、道徳、倫理、収容団体とさほど違いのないような運動、教団も数多く存在する。新宗教は、伝統宗教と比較すると、難しい教学をさほど重視せず、実生活に即した、わかりやすい説明を大事としていることが多い。 伝統的な神仏等を崇拝対象としつつも、事実上は教祖や指導者が崇拝されており、伝統宗教の教えを踏まえた上で、教祖や指導者による独自の教えが付け加えられている。また、不教方法は伝統宗教と大きく異なり、伝統宗教では基本的に遅延、欠延による単純再生産がなされるのに対し、 新宗教では、積極的に布教を実施しない姿勢の教団も、少数あるが、布教師だけでなく、一般信者も布教に尽力する教団が多く、新たな信者獲得に努める姿勢が見られる。伝統宗教が年中行事や人生儀礼に関わる、比重が高いのに対し、新宗教では、日常生活で遭遇する、現実的な問題解決に熱心である。 人生の様々な悩みについて、信者たちは、教団の指導を仰いだり、信者同士で話し合いの機会を持つ。伝統宗教に比べ、先住者と非先住者の境界が、それほど重要とされないのも特徴である。宗教が平和運動や福祉、ボランティア活動と関わる際にも、新宗教は重要な役割を果たしてきた。かつて伝統宗教も分裂を繰り返してきたように、 新宗教もカリスマ性を喪失するなどして分派することも多い。平成期2000年代以後現在の新宗教の信者の大半は2世信者以降となっており、誕生して幼い頃から家庭環境やコミュニティの影響等によりその宗教に接しているため特別な入信動機は存在しないことが多い。初代の信者の入信動機で最も広く見られるのは病気による苦境である。 かつての新宗教の入信動機は、貧困といった経済的自由、病気をはじめとした健康問題、人間関係のトラブルといった精神的苦痛が多数を占めており、剥奪的動機により説明されることが多かった。しかし、戦後の高度経済成長期の終盤を迎える頃から、入信動機に精神的な満足や充足を求める割合が増えている。こうした変化はあるものの、 新宗教においては、現世的なものが重要な役割を果たしている。新宗教では、苦難に遭遇した理由や原因を説明することも多く、こうした悩みに対し、既存の伝統宗教にも共通する神仏への信仰のみならず、特別な力を持つとされる教祖への個人崇拝的、信仰、言行度教、招待、手かざし、先祖供養等の方法により、悩みを、 直接的に解決できると打ち出すことも多いが、多くの場合、最も重要とされるのは、本人の心直しである。過去の心のあり方を反省し、心の持ち方を改め、他者に常に善意と感謝を持って対することが最も重要とされている点は、多数の新宗教教団に共通している。新宗教の教えとは、心直しの教えといって良いほど、 多数の教団の教えの革新部分にこの心直しが関わっている。日本最大の新宗教教団である日蓮、鎌倉仏教系、総価学会が戸田城勢道会第二大会長時代に放牧払いと称して他の宗教、宗派の崇拝対象を撤去させたので、新宗教の信者は伝統宗教に対して攻撃的であるというイメージが形成されたが、 大半の新宗教では伝統宗教への関わりは肯定的である。戦前から戦後しばらくまで伝統宗教側では新宗教は人々を惑わす低級な宗教だという評価が一般的であった。他方で新宗教の急激な信者増加に注目しその現象を見極めようとする動きも生まれた。その後新宗連が結成され新宗教の側から 宗教協力が推進されたことで、伝統宗教との摩擦を小さくする努力が行われた。新宗教の信者たちは、日常生活の悩みについては、自分の入会している教団を訪れるが、葬儀や法事等は伝統的な仏教宗派に依頼し、新宗教と伝統宗教との間には、暗黙里に一種の役割分担、住み分けが行われている例が、よく観察される。 一方で、伝統宗教である、日蓮召集と、創価学会、富士大石事件紹介、正信会のように激しい対立に至る事例もある。島、その進むは、1970年代以降発展した、新宗教を、新新宗教と呼ぶ立場を取り、新新宗教を、隔離型、個人参加型、中間型の三つに分類している。そのうち、 隔離型の団体は、世俗の職業生活や家庭生活を放棄して強固な共同体を形成しようとするためにトラブルを起こしがちであり、反社会的なカルト教団と批判される団体の多くは隔離型であるとしている。隔離型教団の代表的な例として、オウム真理教、旧統一教会、エホバの承認を挙げている。個人参加型は、 隔離型と対極の特徴を示し、共同体としての人間的結合は3万である。中間型は隔離型と個人参加型の両極端の間に位置する。1970年代以前に発展した新宗教は PL 教団や成長の家などが個人参加型、総価学会や本道などが隔離型に近い特徴があるものの、ほとんどの教団が 中間型に属するとしている。個人参加型、隔離型の教団が登場した要因として、情報化が進んで社会構造が複雑化、多様化し、人と人との絆が弱まり、それを反映して、個人主義的な考え方が広まってきたこと、一方で、そうした一般社会の数勢に対抗し、緊密な共同体の形成を目指すとき、隔離型の教団が形成されるとしている。 石井健氏は、宗教団体がいい意味でも悪い意味でも、社会問題化するときには、あまりに実態を無視した、請求で、理念的な分析や意見が飛び交っているように思えて、ならない、と主張している。島田博美は、ある新宗教が、社会から狩るとして求断されるのは、その教団が、世直しの思想や終末論を強調したときであるという。 過度な世直し思想や終末論により、危機感を煽ることで、過激な不況や多額の献金を集めている場合は、反社会的な行動に出る可能性が高まっているという。井上順校は、新宗教教団の交渉信者数は平均すると、実際の4から5倍程度と推測している。純教疎系三学信仰系経営受教系、復古信徒系日蓮宗系、霊友会系、 日蓮小集計、天台集計、浄土新集計、その他、浄土計。ありがとうございます。